はい、しゅです。今日はですね、運動のことをしたいんですけども、まあ、なかなかね、運動する時間がないよって方っていっぱいいらっしゃると思うんですけれども、まあ、日々ね、こう働いていたりだとか、家事をしていたりだとか、まあ、いろいろあると思うんですが、まあ、僕がね、いろいろお勧めしたいこの運動っていうと、基本的にはですね、筋トレなんですね。自宅でできるちょっとした筋トレっていうのをね、メインでこうやっていってもらいたいと思うんですけども、まあ、あとですね、できれば昼の時間帯とかにですね、少し時間を作って、 心肺機能を高めるような運動も入れていくと非常に有効だよっていうことがあるんですね。で、その中でね、一番お勧めしたいのは実はね、階段登りなんですけれども、まあ、階段登りってね、結構こう、きついよとかね、まあ、なんとなくこう、トレーニングっていうと階段登りってあるかもしれないんですけど、やっぱりやるとですね、メリットがあるよという研究結果があるんですね。 これは2007年、ちょっと比較的に、ね、古い研究結果なんですけれども、まあ8週間ですね、階段を登ることによる効果っていうのを見た研究があります。で、まあ平均だいたい42歳ぐらいの人、男女ですけれども、まあ、最初はですね、ちょっと少なめの負荷で、まあ3週間、5週間とやって、計8週間ですね、まあトレーニングをするというプログラムなんですが、まあ週5日間、あのトレーニングで、1週目はですね、1セット。 で、えー、3週目から2セット。で、5週目から3セットやるみたいな、そんなプログラムで8週間やるんですね。で、1セットはどれぐらいかというと、まあ、145段ですね。8階建てのビルなんですかね。145段を上がるんですけども、大体、まあ、1分間に75段ぐらいのペース。ですので、まあ、8階まで登るのに大体ね、2分ぐらいかけて登りますよ、みたいなトレーニングなんですね。えー、参加する人はですね、その運動以外はですね、何も変えない。 食事もですね、生活ルも一切変えないことを、まあ、約束して参加してもらって、片側ですね、まあ何もしないというか。で、もう片軍はね、階段登りをいったプログラムでやったという群なんですね。で、8週間やった結果ですね、何が変わったかというと、えー、VO2MAX というものなんですけど、VO2MAX スというのはですね、1分間に体重1キロあたりどれぐらい、まあ、酸素が消費されるかというものなんですが、まあ簡単に言うとですね、体で最大に利用できるこう最大の酸素量で、まあ、 運動の能力を示す数字なんですね。VO2Max っていうのは。で、この VO2Max がですね、約1割階段登りを続けることに上がったよってことなんですね。これは何を意味するかというと、まあ、心臓とか血管のね、フィットネスのレベルが格段に上がったよってことを意味するんですね。まあ、たい週にですね、30分以下になるわけですね。運動時間としては。まあ、だ日たい2分やつを3セットなんで6分ぐらい、最大6分なんで、まあ、30分未満のね、まあ、運動で、 そういった効果が上がるよっていうのはですね、結構大きな効果なんですね。で、まあ、ランニングとかね、それからウォーキング比べると階段登りっていうのはすごくですね、筋肉がつきますね。筋力を、それから持久力が上がると。それから、まあ、心臓血管のね、効果があるっていうことなんですよ。他にもですね、まあ、コレステロール値が下がったりするというような階段登りはね、まあ、そういったメリットがあるよっていうデータもありますし、それからメンタルヘルスですね。まあ、睡眠が改善したりだとかですね、もうメンタルが落ち着くっていうその効果も報告されていたりします。 ですのでですね、まあすべてのその全身運動になるんで、階段登りって、ぜひ、えー、取り入れるといいのかなと思います。僕も職場がね、実は8階建てで、ちょうど8階建てですね、まあダッシュしたり登ってタイム測ったりすることあるんですね。ですので、まあそういったことをですね、3回やるっていうのはね、そこまでやれてないんですけれども、まあぜひですね、今後そういったのをちょっと取り入れていこうかなというふうに思ってますし、 で、毎日ですね、階段を登るっていうこと。それね、歩いて登るのも大事ですけども、やっぱりちょっと負荷を感じてね、短い時間で、まあ、追い込むっていう。まあ、体のトラブルとかね、心臓血管のトラブルがない人はですね、ぜひトレーニングのためにやってもらうといいかなと思います。まあ、ただ、まあ、注意点としてはね、必ずですね、昼ご飯を食べる前にやること。それから、靴ですね、靴。靴はちゃんと運動靴に履き替えてやることを考えればですね、まあ、職場でするってこともできますので、ぜひ、えー、取り入れてもらうといいかなというふうに思います。 で、今年ですね、2020年ね、その階段登りの効果っていうのは、実は研究結果であったりするんですね。その研究結果ですね、まあ、階段をうまく登れる人っていうのはですね、もうスピード的にですね、うまく登れる人っていうのは、 やっぱり心臓血管のトラブルがですね、後に起こるですね、心臓血管のトラブルが後に少ないよってことなんですね。まあ、階段を登るのがですね、一定のペースでこう登れずに、途中で休憩してしまわないと登れないような人っていうのは、まあ、将来的にですね、まあ、心臓血管のトラブルを引き起こす可能性が高いよということが、まあ、研究結果で報告されているようにですね、結構階段を登るっていうのに対してどれくらいで登れるかっていうのは、まあ、心臓のトラブルを予測する因子にも使えるよっていうことが最近注目されてたりもするんですね。ですので一度ですね、まあ、ある程度こう準備 してからですけれども自分がどれぐらいのスピードで階段登れるかなっていうのはですね一度試してみる価値がありますしまあそれをですね繰り返すことによってどん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 こう登れるようになってきますのでまあそういった基礎体力をね維持するということでも是非取り組んでみてください、まあ、今日の話ね役に立ったよって方は高評価のボタンをお願いしますチャンネル登録もよろしくお願いします